皆様、おはようございます。今日も南淡路市の楽しいピアノ教室へようこそ。今日も先生大活躍ですね。良い子の皆さん、少しずつ練習を楽しみながら弾きましょうね。ドボルザークの交響曲第9番家路は、ゆったりラルゴというとってもゆっくりした速度で弾くという意味の曲ですね。肩や手首の力をリラックスしながら、ゆったりと歌うように弾いてみることが一番です。ゾウさんのようにゆったりとラルゴをおおらかに、フレーズも意識しながら、ゆったりと肩や手首の力を抜いてリラックスして弾くことが一番ですね。それではドボルザークの交響曲第9番家路です。